はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、高蔵中部へようこそ。いかがお過ごしでしょうか ?B リーグがね、ない日々が続いておりますが、もうね、7月に入り、8月に入れば、ね、練習もね、始まるんじゃないですかね。9月になったら、オープン戦みたいなプレーシーズンですか、始まりますからね。はい、というわけでですね、今回は、ファイティングイーグルス、名古屋について、勝手にベスト5作ってみました。 ファイティングイーグルス名古屋ね、昨シーズン、まだ今シーズン、まあ、2020、21シーズン、B2 リーグをね、優勝しまして、プレーオフもね、ほぼ負けなし、1敗だけかな ?1 回だけ負けたかな ?2 回かな ?2 回負けたかなちょっと覚えてないんですけど、もうほぼ負けなしでね、強かったですね。はい、そんなファイティングイーグルス名古屋を今回はですね、やっていきたいと思います。勝手にベスト5、やっていきたいと思います。 はい、まずポイントガード。石川海人選手ですね。こう、うまくマッチしたんじゃないでしょうか。どうなんですかね。ちょっと今シーズンしか見てないんで、2021-22シーズンしかね、見てないので、彼のプレーを。うん、どうなのかわかんないですけど、僕はですね、笹がね、やっぱり一番のポイントガードになるんじゃないかと思ってたんですけど、石川海人選手はすごかったですね。まあ、速いし、スリーポイント打てるし、ディフェンスもね、ガッツあるしね。 引っ張っ張てった感じありますよねチームをでゲームムをゲ作るやっぱり劣勢になってもね彼がスリーポイント打ったりねすることでチームがね息を吹き返すっていうところもあったと思います B1 行ってもねもう継続決まったんでね B1 行ってもポイントガードの選手っていうのが多いと思いますので、まあ、どこまでやれるのか現状のポイントガード陣の中でねどこまで試合を作って B220212 シーズンのようなプレーが B1、ね、でも見られると思うと非常に嬉しく思いますねはいシューティングガードですねポイントガードなんですけど本当は笹山高也選手笹ですねいや僕はもう一番の推しだったんですよ笹がうん今シーズンね優勝して B1 上がりますっておっしちゃっていただけてたんでねただやっぱり怪我もあったりね苦しんだシーズンでもありました昨シーズンもねドルフィンズで怪我したりもありましたんでね来シーズンこそは 怪我なく完走してほしいですね。サウスポーでね、スリーポイントもよく入りますし、やっぱ速さもね、ありますから、結構身長もね、大きいんですよね。ポイントガードとしては結構大きい方なんで。来シーズンも多分、ファイティングイーグルスで見れるのかなどうなんだろう。大阪からね、中村選手、中村宏夢選手ですか。入ってきましたから、ポイントガード。ガードの選手ですね。どういう使い方になるのかっていうのも気になりますね。 おそらく継続だと思います。岩で見られる可能性が高いと本人もおっしゃっていたので、おそらくは三流なんじゃないかなと思います。はい。スモールフォワード、アンドリュー・ランダル選手ですね。ランダル選手はですね、ドルフィンズ・アリューナで大阪へベッサ戦だったかな。見ましたね。パワーフォワードの選ばせていただいてる、ジェレミー・ジョーンズ選手と一緒に観戦に、うん、見て、見ていましたね。仲良い,い選手いるんですかね。ランダル選手は、スモールフォワードなんですね。 パワワーーフォワードかと思ってましたポジション的にはスモールフォワードということで結構切れ込みますしスリーポイントもね決める選手でガードとしての役割も果たすような選手ですよね、はい、パワーフォワードジェレミー・ジョーンズ選手ですねジェレミー・ジョーンズ選手はですね彼はいい選手ですね継続ということで、まあ、B1 で、ね、どのぐらい身長はあんまりなかった気がしますけど スリーポイント入りますし早いですしディフェンスもできるとゴール下も結構うまいのでどっから取ってきたんだっていう感じのねいい選手ですねはい B1 でプレーを見られるのが嬉しく思います入りだセンターエバンス・ルーク選手ですね彼は大黒柱としてね今シーズンゴール下を守る攻める非常に活躍をしてファイティングイーグルス名古屋でねピカ選手としても活躍してますし 日本代表としての菊池選手としてもね、活躍しておりまスリーポイントとか外からのシュートはそんなにうまいイメージがないんですけれども、ゴール下はね、結構激しいディフェンスもしますし、オフェンスもねしっかりファールを取れるようなオフェンスをしたりですね、まあ、フリースローも入ってる印象ですので、うん、3点プレーとかもね、結構決めてくれるような選手ですね。B1 で見れるのが本当に 嬉しく思いますねこの選手もファイティングイーグルス名古屋のですね、まあ、本拠地ビワ島スポーツセンターですねビワ島スポーツセンターが結構 B1 のアリーナとしては寂しい感じがしますね電車はでは行けるんです駅からは近いんですよ佐向駅と西ビワ島駅という名鉄ですね名鉄名古屋鉄道という電車が 通ってるんですけど名古屋駅からいますよ、もちろん新幹線で来られる方、ね、飛行機で来られる方も、まあ、中部国際空港、セントレアであれば、名古屋駅までね名鉄で、それこそまた名鉄でね出てくると思いますんで、えそこから、ね、名古屋駅からタクシー乗ったら、大体2000円ぐらいですかね、1500円、2000円ぐらいだった気がします。ただ、電車でも行けますけれども、普通しか止まらないんで、名古屋鉄道は普通と急行と特急とか。 そういうい感じでで分かれてるんですけど、まあ、快速急行とかもいろいろあるんですけど急行も止まらなかったかな左高の駅は急行は止まると思うんですけど、まあ、左高からだと徒歩10分ぐらいだったかな琵琶島西琵琶島東琵琶島どっちだったかなうんそこは普通しか止まらないんで結構ね不便ではありますね車もね駐車場がちょっと少ない でね近くにスーパーでねスーパーマーケットの吉津屋っていうところがあるんですけどもそこの駐車場結構大型の駐車場があって立体駐車場ですね大型の立体駐車場があってまあ屋上でね4階とかかなあの邪魔にあんまりね上の方に止めてくださいみたいなアナウンスがありますね結構ま吉津屋からも歩いて5分ぐらいはかかったような気がしますね道路を挟んでるんでね信号も結構待たされる 大きな道路があるんでね。会場はですねやはり寂しいですね昭和の雰囲気漂う上にあの住宅がね団地があるんですよね琵琶島倉庫、ね、っていうのがあってその下の部分が琵琶島スポーツセンターっていうのになってますから階段があって入り口があって1階席でもう1階段もう1階上がると2階席があるようなイメージですかね キッチンカーも外に出るんですけど、一旦階段降りて出て、で、買ってまた上がるような感じですね。ちょっと、あの、コンコースというかね、そこも狭いんで、グッズ売り場もね、結構狭いですね。ただですね、一番、あの、愛知県の中でいいところはですね、愛知県のチームの中で、いや、B1 で一番いいと言ってもいいかもしれないですけど、その札幌ビール系のですね、紅葉園というところがですね、生ビールをね、 出してくれてるんですよで、琥珀エビスがですね飲めるんですよね生ビールでですね600円ぐらいだったかな飲めるんですけどまあ僕結構 B リーグの試合見に行ってるんですけどないですねそういうところは琥珀エビスが飲めるっていうところはないです多分ビワジスポーツセンターのみではないでしょうかねそこが魅力です、まあ、お酒飲めない人にとってはねそんなに魅力はないかもしれないですねただねやっぱり愛知県でね4チームありますから B1 リーグの チームが週末どっか調べやってるんですよ愛知県だとねうん、皆さんぜひ来てくださいいいところなんでね名古屋ね食べ物ね食べ物結構美味しいですよ味噌カツとかね食べてみてくださいきしめんとか食べてみてくださいぜひ、まあ、なかなかね愛知県内でも B リーグはそんなに浸透してないと思うのでこの4チームあってね 浸透がなかなかしてないというね感じなんでね是非盛り上がってもらえるとね愛知県もね盛り上げたい気持ちも僕もありますし盛り上がってもらえるといいなと思いますではですね今日はファイイティングイーグールス名古屋勝手にベスト5選んででみたでしたしこの動画がですね面白かった方面白くなかった方いらっしゃると思いますがまた面白い動画になるように日々精進してまいりますので是非また見ていただけると 嬉しいですでは今日はこの辺で